どうも、アルスベテハローです。どうも、アルスベテハローです。どうも、ありがとうございます。ちゃんと挨拶ぐらいちゃんと言いましょう。やっぱその慣れてる YouTuber って挨拶を軽視しがちなんですよ。何がこれが俺の挨拶で、ね、いやだから、進化していく人間もちゃんと捉えてへんからそうなんねん。だから過去の俺を見とるわけやろ。進化できひん人間になるなってこと。花を、違う違う違う、お前さ、もうさ1年前と今じゃもう全然違うねん。今の言語で、そう、今見てくれてる人に伝わるかって話なんですよ。伝わるかって伝えるねん。突っかかってきたらアウトやで、俺に。自分の間違いを認めるって大事なこと。確かにね、うん、こんにちは、花尾です。こんにちは、天官です。はい、こんにちは、光です、はい、ちゃんと言える。今回、光さんの元にやってきたのはもう、うん、他でもない。もうやっぱ動画外とかで、うん、光さんはもうよく電話とかしたらすぐね、うん、花尾、海ですよねーの、あめちゃくちゃ言ってくる。クラブハウスでも言うとったもん、ね、クラブハウス。あんたね、1000人聞いてる中で、いる意味あるみたいなこと平気で聞いてくる。平気で言ってる。本題言いますけども、はい、どうすんのや花尾みたいな、うん、聞いてくるヒカルさんと、うん、まあ、今回は、まあ、ディベートをね、うん、ディベートというか、まあ、トーク話し合いしたいなと思いまして。テーマは、テーマはですね、うん、絶対にウームから抜けさせたいヒカル VS 絶対にウームに加入させたい花伝トーク。これあんまなかった、この機会。確かに、はい、でこれはもうガチです。まあ、ヒカルさんは僕ら全力でブームに関与します。もうヒカルさんは僕らを全力で抜けた方がいいよと、はいはいはい、誘導をもしてください。なるほど、分かった分かった。でも最終これガチなんで、もう最後これ前さんにですね、より納得感があった方のチームを選んでもらって、負けたチームはヒカルさんやったらウーム入る。ああ、なるほど、なるほど。ヒカルさんが負けたらウーム入る。僕らはウームから抜ける。なるほどね。あ、じゃあガチでやると思う。ガチで判定とかいらんと思うで。論破って勝った方が納得するから、もうだって勝った方が、もう俺らで勝敗が決するから。なるほどね。そうそう、第三者が決める必要ないの。そう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 、ほんま学校のディベート班もびっくりやで。ディベート班もね。そう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 。というわけでやっていきたいと思います。メイディートバズオブイズウーミングツギャザーオアです。ちょっと引っ張り上げて。でもじゃあ、じゃあもう先制攻撃かまって。ああ、じゃあもちろん。やっぱりウームってもう説得力が違うんですよ、事務所として、うん、徹底的にクリーンなんですよね。不安定なクリエイターとしてはもうそこは安心して、なるほど、肩の荷を預けられる。クリーンっていう、まあ、証明はクリーンっていう証明。それは何、高評価の数ってこと。いや、それはもうヒカキンさんがいるイコールクリーンなんですよ。まあ、はじめ社長はヒカキンさんと、ほんま今のやっぱトップでおられる方がもう所属されてるということが、うん、それ説得力のそのものじゃないですか。なるほど。真帆とは、真帆とくんは真帆とくんはもういないんで、で大体の相対的にクリーンです。これ絶対的じゃないんですよ。なるほど、なるほど。相対的にクリーンなんで、うん、選択的に選ぶ価値はあるんですよ、うんうん、しかもなんかウームにいるから、そのさまざまなクリエイターとやっぱ交流が増えるっていうのは一番結構僕の中で大きいメリットなんですよ。でもそれは逆にも言えることで、一人キャリアからこそ関わってくる人もいるわけ。要は、群れる人間を嫌う人間もいるから。まあそう、派閥みたいなのがあるわけやん。ウーム派閥でも俺らは俺らで派閥があるわけやん。じゃあこれって同じやん。じゃあ実際はじめしようと交流があるわけ俺って。まあ確かに、うん、トップと交流しようって別に必要ほか、まあ確かに 俺ら交流ないもんね。確かにそう。交流もないし、そもそも花尾が俺と繋がった時点であんま関係がないって話やん。まあ確かにそれは、うん、うん、それはもう確かにそう。でも納得でもそれは我々みたいに実際こうね、行動力って結構物言う世界じゃないですか。うん、さっきやったもん勝ちとかね、うん、だけど実際それやれてるやつって僕 1% いないと思うんですよ、うん、ってことは残りの 99% のやつがやっぱね、成長するために、うん、一旦その多くの人と刺激し合うってことは結構大事だと思うんですよね。なるほど、なるほど。でそうなった時に俺もやらなとか気づきなんですよ、人生って、うん、そうなった時にウームは気づきを与えてくれる可能性がある。そう、うん、それ言いたかったよ、俺は。可能性があると。可能性ある。そのたくさんの仲間がいるからこその気づき、うん、あ、仲間なんや、あれって助け合うってこと。まあ自称、俺ちょっと仲間のちょっと定義教えてほしいんやけど、その仲間ってさ、うん、ピンチなんで助け合うもんなんじゃないの。でも俺過去のウームクリエイターの炎上見てました。誰も手を差し伸べへん。奈々子ちゃんが演じてる時誰も手を差し伸べへん、うん、あれって仲間なん。まあまあいい人っすね。それは何。ウームってやっぱ数が、クリエイターの数が多い分、うん、まあ、やっぱ実際問題児もいっぱいいると思うんですよ。まあもちろんね、もちろんそれはね、だから、うん、そう、だからこそ、うん、今までに、
その失敗した事例をめちゃめちゃ数多く抱えてるんですよね。そういう時のノウハウがあるんで、なるほどなるほど、そこのエマージェンシーの時の対応がめっちゃ早いんですよね、うん、なるほどなるほど。まあでもそれって実した大人やったらさ、そんな自分でやってかなかわけやん。守られることで安心するのって子供じゃない。まあまあ大人やったらさ、自立して自分の力でいろんなことを学んでいく方が、失敗した時に次じゃあその失敗を生かして成功になるわけやんか、うん、っていうのも俺あると思うけど、だからその守られたことを価値と感じるのはやっぱそれは未来を見えてないかなっていう。でもずっと人は守ってられるわけじゃない、保証があるんだって20年後まで。それはないっす、契約的に。そうですね、契約的に。だから逆に言うと、うん、そのことをちょっとまあないがしろにできるっていうポジティブな側面もあるんですよ。なるほどなるほど。だから逆に言うとクリエイターになれる、うん、あクリエイター、うん、動画をどうやったら面白くできるかにめちゃくちゃ真剣になれる、うん、他のまあ細かいところで言うと、あんなさ山登りした動画上げるあとさ説明しよう。実は花尾3週間ほど前にめっちゃ嫌で一人で山に出家するという動画をアップローディングファイヤーしていたのだ。その時の様子がこちら。最近の夢はですね、葉っぱの一部になりたいっていうのが最近の僕の夢でありまして、守られてる人間が心を豊かに迫ってる人間が一人で悩んで山登りしてましたって、ね、あげるかな、やばい、あちょっとあれめっちゃ見てくれてる、まあ、やめて、今まで瀕死ですから彼もう瀕死やめて、ほんまにその犠牲ぐらいといてあれはもうヒカルさんに習って、うん、僕らってちゃんとした企画が多いんですけど、うん、ヒカルさんってやっぱ何でもコンテンツにしちゃうタイプ、うん、あ、まあ確かに確かに、そういう作り方もやってみたいと、うん、その悩んだ答え出したっていう過程を出すことで人間性とかそういうのも世の中に出すってヒカルさんが学んで、うん、クリエイターとして出してる、うん、もうあれはもうまさしくヒカルさんから僕は学んだことです。運からないやん運から学んだことないよ、これから学んだよ、その人間でもきっちり学べるわけやん、そこから逆に言うと電話聞くわ、ああウームにいるってことは年間おそらくこの2人の規模、うん、1000万以上取られてますね。1000万の価値を感じてんのか、1000万の重みを知ってほしい、まあ、本当に必要なのか。特にやっぱり従業員を抱えてる会社やからこそシビアな決断も迫られる時あるとか言ってそんなウームにお金を献上するぐらいだったら従業員の給料上げてやろうとかって思わへんの。ほんまにそう。まだだでもまあでもウームっていう確かにそのシステム的には 20% っていうのは結構大きいかもしれないですけど、なんでしょうやっぱね、やっぱ人なんですよ。ビジネスって言うても合理的なものもあれば、でも人間ってほとんど感情で動く生き物なんで、結局もう素晴らしい方ばっかりなんですよ。まあでも人なら一律 20% みたいな機械的なことせえへんと思う。だって活躍するに頑張った人間にもっと良くするっていうのは普通、人として普通なんじゃない。それを機械的に 20% 一律にしとる時点でもうそれは人として見とうからそうなのか、組織としてやっとうからそれなんじゃないかって俺は思うけど。逆にでも全員 20% であることによってその喧嘩が起きないっていうのがあるんですよ、その、まあ、共和主義というかその、うんうん、あいつは何パーなのに俺はなんで 20% なんだみたいなね、うんうん、やっぱ平和なんですよね、うん、世界が気持ちええわあ、まあ、一律やから、民主主義の考え方、民主主義。いや、それにまだ戦いたい。ウームっていう会社は俺批判する気はないで、うん、でも現実に行った時に蓋を振られてみたら、ウームっていうのは主属クリエイターがすごい多いと。でもトップクリエイター決まってる、もう顔になるクリエイター決まってる。ここから鼻が顔になることは 100% ない。いくら鎌田翔が優秀やとしてもあの人の時間はもう24時間しかないと、1人しかない。じゃああの人が目をかけるのは誰なのかって考えたら、もうヒカキンはじめしろ、東韓オンエア、フィッシャーズ、この辺に目をかけていくから、おのずと時間とエネルギーを使うのはそこになるわけ。実に論理的。そうだから結局別にいつでも戻れるわけやん。抜けて1年後ウームが良かったなって思って戻してくれへんような事務所なの、ウームって。いや、戻してくれるんじゃないですか。戻してくれると。じゃあ別に1年間お試しで抜けてもよくない。良くなったんやったら抜けといていいし、あ、ちょっと落ちてなって思って戻ればいいし。めちゃくちゃでも、まあでも、そう、これからの、うん、新生活の新発想、ね、やってみたくなりましたね。でも俺は、まあ独立して、正直別に何にも不便なこともないっていうのも実際あるし。うん。あ、そのバズから、うん、でもなんでおったんですか、そのバズに。まあそれは情みたいなのもあるよな。ああ、やっぱそうですか。でも俺が本当に情を出すべきって、俺の従業員であり、本当に大事な、それこそ仲間、うん、やだと思ったわけ。うん。その結果、俺は辞めて独立しようっていう。めちゃくちゃいい話されてます。そう。だから、そのさ、やっぱ、仲間意識、仲間にもさ、優劣があるやん、若干。自分の中で一番大事なゾーンっていうのがあるわけやん。そ, う、ね、それで、彼にとっては、その、見たら、責務サークルの子たちとかが、そのわけやん。そこの子たちのことを第一優に考えたときに、まあ、ここの下の部分は、もう、どっちでもいい。ここになんか1億とかなんか渡す意味がないなと思って、俺は。めっちゃ勉強だね。まあまあ、主張をやめますもん。
ね、ヒカル、でもヒカルさんがウームに入ったらどういう目に。あ、だからそれちょっと、まあ、ヒカルさんっていうのはやっぱすでに、もうすでに400万人を超える、うん、もう超トップ YouTuber なわけで、もう大成熟の。そしたらどうなるか、もうめちゃくちゃチヤホヤされるんですよね。こんなアクセサリー欲しい、こんな防具欲しい、こんな武器欲しいって言ったらくれるポジションなんですよ。鎌田さんが全部もうくれますよ。でも俺自分で買えるもん。気づいたんや。じゃあヒカルさんがウームに入って、うん、鎌田さんと仲良くして、うん、まあいつしかね社長になって、そのウームがもうヒカルームみたいな感じで、それヒカルーム、ヒカルーム、ヒカルームいいね。ヒカルーム作って、うん、だからそのはじめ社長も、うん、ヒカキンさんも全員ヒカルさんの配下になるわけじゃないですか。まあまあ、そしたら、そう、日本一の YouTuber になるのは、うん、これが一番近道かもしれないですよ。いや、でもやっぱな、もう一回俺のこの路線で走ったんですが、そういうとこ行ったら人気逆に落ちる。やっぱそういう、こうズバズバ言えやん。こんなこと言える、うん、じゃあ、ウームの人たちって言えへんやん。言えるわけないですよ。そう、それはなんでなん、それはなんでなんて言ったら、悪いことじゃないやん。誰が考えても分かる、見たら分かることを言っとるだけやけど、これが言えへんっていうのが俺は怖いわ。でもそれやっぱウームにウームの良さがあるの分かっておうからさ、うん、俺あの人たちが追ってくれるから俺みたいなのが映えるしさ。ああ逆に俺が俺のみたいなのがあっちが映えるしみたいな。味変よね。そう逆に俺は追ってくれなきゃ困るっていう存在でもあるわけ。カレーとライスか。自分だけ納得いく選択をすればいいわけ、うん、誰かに流される、俺に流されるわけでもなく、ウームに流されるわけでもなく、これが正しいなっていう選択をすればいいわけで、デンガもそれを選択してここの世界に来たわけやから、そうもうそれをやるべきやと思う。いやでもやっぱそう考えていくの大事だと思うで、未来を。その時には考えたくないことに目を向けて見据えな、先を。そうっすね。そう今がいつまででもあると思わへんっていうの大事だ。それは確かに、それは本当そう思いますよ。そうほんまにそう。あとやっぱ抱えとう人数が多いから、その人たちの将来も見るのがやっぱり一国の主だからな。だからこそ死ぬわけにはいかへんなって思ったんですよ、あれは。それが逆にやっぱうつ病からの回復にはなりましたね、そこ、まあ、うつ病やったんか。うつ病じゃないですけど。いやちょっと、ね、マジな話、あんまりね相談しないんですよ。ああ、そうっすね。あ、って。じゃあちょっと相談乗ってあげてください。まあもちろん俺は全然乗るじゃん、でも。まあ俺は味方やからさ、常に。俺最強の味方だと思ってくれていいから。ほんまに。マジで。めっちゃいい人。ほんまにもう。まあこれ、もう終わってるんかな、この動画は。お前さんの判断次第ですよ、もう。はい。もう言っていい判断。うん。光る。だって途中から編集しだして、もう聞いてないもん、俺の話。途中から話聞いてないもん、もう。ヒカルさんにはもう完敗したということで、はい、明日どうなるか分かると思うんで、今日予想しては一応電眼と、まあ、話し合ってね、で明日もう速攻でこれについてのね、まあ今後の進退についての動画を上げさせていただこうと思います。それでは今日の動画は終わります。さよなら。さよなら。